1限目は終了となりました。石田さん、ひとまずお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、さあではもう早速続いての授業に参りますので、おかけいただいたままで、はい、お願いいたします。はい、さあ2次元目からは特別講師としてゲストをお招きいたしまして、授業を進めてまいります。はい、特別講師はこの方、安全生活アドバイザー佐伯由紀子先生です。佐伯先生、どうぞ。ようこそお越しくださいました。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあでは早速2限目となるわけなんですが、石田さん、今回のイベントタイトル覚えていらっしゃいます？はい、もちろん防犯パパアカデミーですか。その通りです。防犯パパ。はい。じゃあ防犯パパ、どういう意味か分かってますか？もちろん防犯意識の高い、そういうパパですかね。さすがです。ズバリ大正解ということなんで、こうだいぶね防犯パパに近づいてきたかなと思うんですが、佐伯先生、はい、1限目こうセキュリティや鍵についていろいろと学んできたんですが、石田さん、もうすでに防犯パパと言ってもいいでしょうか？まだもう少しですね。もう少し、はい、もうちょっと勉強していただきたいと思います。ちょっとね手厳しいお言葉がありましたので、ここからは授業を通じて石田さんには普通のパパから防犯パパへ成長していただきます。ではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、早速ですけど、はい、石田さん、はい、はい、実は石田さんは空き巣被害に遭ったことがあるとお聞きしていますが。あ、そうなんです。はい、はい、もう何年ぐらい前でしょうか。10年ぐらい経つと思うんですが、はい、マンションなんですけれども1階部分に住んでたんですよ。はい、メゾネットっていうんですか、はい、1階2階の部分なんですけど、その1階の庭の方から窓を割られまして、それでこう空き巣に入ったんですけれども、はい、なんと怖いことにですね、その時こう番組の収録をやってたんですが、どうやらそれも分かっていたらしいということを伺ってるので、びっくりしました。怖いですよね。はい、どうしても有名人の方はそのようにスケジュールが知られているという危険性がありますので、今後もますます注意していただきたいんですけれども、はい、その被害、空き巣被害の後で意識というのは変わりましたか？あ、もちろんやはりですね、いろいろこんなになんか好きだらけなんだっていうことを改めて感じまして、はい、ただもちろん賃貸ですから、そういうところで勝手に改造したりはなかなかできないんですけれども、はい、じゃあ自分ができることなるだけということで意識はものすごく高くなりました。あと正直夜もこのカタッとかカチャッとか音がすると、ちょっと逆の意味でね、怖っとか言ってすぐこう身構えたりするようなこともありましたね。はい、やっぱり不安がなかなかなくならないということでしょうか。そうですね、はい、不安っていうのはありましたね。はい、はい、お子さんが生まれてからいかがですか？あ、だからもちろん一番今はそこがもうやっぱ子どもの安全というのがもう本当に一番大切なので、はい、自分のところのいわゆるその鍵だとか、それからあと空中にそのレーザーだとか、はい、そういうので、感知して何かこう乗り越えてきた時とかすぐ反応してとか、はい、そういう防犯のこと、それからあと鍵ですね。やはり、鍵というのは、今日もそうワンドアツーロックということなんですけども、はい、やはり1個よりも2つやってた方が、おそらくその泥棒もここは防犯意識が高いから。はい、入んない方がいいかなっていう、未然に防ぐという心理的な、はい、効果もあるのかなと思って、はい、2つロックとかは使わせてもらってます。はい、とても的を射たコメントでいらっしゃいます。はい、はい、実際に子供が生まれてからですね、やっぱり意識を変える方っていうのはとても多いんですね。いや、そうですね。はい、はい、こちらのデータをちょっと見ていただきたいんですけれども。子供さんが生まれるとますます気をつけなくちゃって意識になりますよね。はい、だけれども実際にはなかなか自信のない方が多い。はい、こちらの図で見ていただいてもですね、自宅の防犯対策について自信がある方というのは非常に少ないんですね。全体の6割以上の方が自信がないんです。うん、最近はセキュリティ用品も増えてまいりましたし、防犯にお金をかける人が増えてきてるんですね。はい、とは言ってもですね、本当に肝心なことというのは、はい、家というのは、家の安全というのは家族が、人が守るっていうことなんですね。はい、でイクメン、石田さんイクメンでいらっしゃいますけれども育児はママの仕事というふうに考えられたものがイクメンの登場で意識がだいぶ変わりました。それから防犯パパはですね、家を守るのはもうママだけの仕事ではないということですね。なるほど。はい、これからはそうですね、家にいるとき在宅時だけでなくってですね、はい、不在の際、ご家族がいらっしゃらない際にもターゲットにならないためにぜひ対策をしていただきたいということで、パパたちの代表として、はい、今日は石田さんに、勉強していただきたいと思います。はい、では授業を始めてまいりますね。はい、はい。立派な防犯パパになるためにはまず自信をつけなければなりません。そうですね。はい、そして、ちょっと今一つちょっとありましたけれども、我々の住んでる地域が結構いわゆる空き巣とか泥棒が狙いやすい地域だということを警察の方に聞いたことがあるんですけれども、はい、そういうことも含めて、そうですね、防犯ができるんですね。自分の家だけじゃなくて、やはり地域から考えていって、地域、それからご自宅のあるブロックですよね、角から角まで、それから我が家という形で3段階でしっかりとチェックをしていただけたらと思います。不安はお持ちということで、まず不安を持つことがですね、防犯パパの第一歩になります。はい。まずですね、住まいというもの、家というのは家族と財産を守る金庫というふうに考えていただきたいんですね。はい、金庫を開けっぱなしにする方はいませんよね。いませんね。意味ないですからね。ですよね。で、鍵は見えるところに置かないですよね。置かないですね。また金庫のそばに鍵を置かないですよね。置かないです。はい。そういったようにですね、細かい一手間ですよね。ちょっとしたことなんですけれども、そういった漏れがないかということを確実にしていただくということが防犯対策上非常に重要なんですけれども、はい、防犯について奥様の莉子さんから何か言われたことっていうのはございますでしょうか。防犯ですか。はい、防犯に関して安全ということで、やはり、もちろんなんていうんですか、ドアとか、はい、正面とか、それからこう入りやすいところとかにとりあえず人がこう入ろうという気持ちをね、泥棒に行こうっていう気持ちにさせないように、やはり威嚇するようなものも含めて、例えばいろいろ警備会社のあれとかありますけども、契約してたらそこのシールを貼ったりとか、はい、それから忍び返しっていうんですか、はい、塀とかを乗り越える時にこうもう本当になんかありますでしょ、こういう昔の忍者のあれみたいな、そういうのをこううちは周囲に全部貼ったんですよ。そういうことで、はい、一番、外敵をまず防ごうということですね。はい、見た感じで、はい、そうですね。はい、まず見た目でターゲットにならない努力をしているということで、はい、非常に意識が高いということが分かりましたね。そうですか。はい。ただ先ほどのグラフ見て分かりますように、防犯意識が低いパパに対してはやはり信用できないわっていうちょっと不安だわっていう奥様が多いということなんですね。はい、はいはい、そういうこれからはですね、モテるためにはですね、防犯意識の高い人、防犯パパというのが一つのキーワードになってくると思うんですよ。はい、はい、モテることに対しては人一倍意識の高い石田さんですから、ぜひこれからもですね、うかうかせずにですね、防犯意識を高めていっていただけたらと思います。はい、そうですね、お子さん、まだお小さいですけれども、そうですね、防犯について何か安全についてってお話ししたことありますか。まだ2歳なので、そういうことには言及はしてないですけれども、はい、やはりさっきもちらっと言いました、知らない人にこう、すごくでも人懐っこいので、ちょっとその辺は、いいとこでもあり、防犯上はちょっと大丈夫かなっていうことはあります。はい、まだそこまでは教育等ではないですけれども。そうですね、お子様もそれぞれパーソナリティが違いますので、はい、お子様に合わせたオーダーメイドの防犯対策というのをぜひ考えていただけたらと思うんですね。はい、でも例えば学校に上がったりするとお子さんランドセル背負いますよね、はいはい、そういう時に見えるように鍵をね下げていたりとかそれダメなんですよね。ダメですね、はい、見えるところにつけちゃいけないですね、はい、見えないに中につけ隠すようにっていうことですね。それから指差しで一つ一つ確認する。例えば鍵をカチャッとかけたらかけたなってこうアクションですね、はい、この指差し確認をするといったようなですねそういった行動をぜひお子さんに伝えていっていただきたいんですね。そうですね、やっぱりマナーというか礼儀作法だけじゃなくて、はい、子どもにはそういう安全作法とか、はい、防犯作法とか、はい、そういうものもこう教えていきたいですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい。